私たちの記憶は多くの方法で私たちを形成し、過去の思い出を残し、スキルを習得し、保持し、将来の計画を立てることを助けてくれる。今や私たちの右腕となっているコンピューターでは、その同じ役割をメモリが果たす。それは2時間の映画でも、2語のテキストファイルでも、ファイルを開く指示でも同様で、コンピュータのメモリは全てビット、バイナリーディジッツと呼ばれる単位で構成されている。それぞれのビットを格納しているのはメモリセルで、0と1という2つの状態を切り替えることができる。ファイルやプログラムは数百万ビットから作られていて、その全てがコンピューターの頭脳である中央処理装置 CPU で処理される。処理すべきビットの数は指数関数的に増大しているので、コンピューター設計者は常にサイズ、コスト、スピードの間のせめぎ合いに直面している。私たちと同様、コンピューターにも即時タスク用の短期的メモリと永久的な保存のための長期的メモリがある。プログラムを実行するとき、オペレーティングシステムはこうした命令を実行するため短期メモリ内の領域を割り当てる。例えばワードプロセッサーで一つのキーを押したとき、 CPU はこの領域にアクセスし、数ビットのデータを取得する。 CPU はそのビットを修正することや新しいものを作ることも可能だ。これにかかる時間をメモリのレーテンシー、遅延時間と呼ぶ。プログラムの命令は迅速かつ連続的に処理する必要があるため、短期メモリ内の領域は任意の順序でアクセスできるようになっているため、ランダムアクセスメモリ、ラムと呼ばれる。最も一般的なラムのタイプはダイナミックラム、DRAM。 各メモリセルは小さなトランジスタと電荷を蓄積するコンデンサで構成されていて、電荷がないときは0、電荷があるときは1となる。このメモリがダイナミックと呼ばれるのは、電荷が徐々に放電され、電荷が保持できる時間が短く、データを保持するために一定間隔で再充電を必要とするから。100ナノ秒という低レーテンシーであっても、最新 CPU にとっては遅すぎるので、スタティックラムまたは SRAM でできている小さな高速内蔵メモリキャッシュも使われる。SRAM は通常、トランジスタを6個組み合わせて構成され、リフレッシュの必要はない。SRAM はコンピューターシステムで最速のメモリだが、最も高価であり、DRAM に比べ3倍以上のスペースを取る。RAM とキャッシュの難点は、データは電源がオンの時にのみ保持され、電源がオフの時にデータを保持したい場合には、長期記憶装置に転送しなければならない。そのタイプは大きく分けて3種。まずは磁気記憶媒体。これは最も安価で、データは回転ディスク上の磁性膜に磁気パターンとして記憶される。ただデータを読み込むには、データがある場所までディスクを回転する必要があるので、ドライブのレーテンシーは DRAM よりも10万倍遅い。次に DVD やブルーレイなどの光学式記憶媒体。これも回転するディスクを使用しているが、反射コーティングも合わせて使用する。ビット情報は色素を使い、レーザー読み取り可能な明暗で識別されるスポットとして符号化される。光学式記憶媒体は安価で取り外し可能だが、磁気記憶媒体よりもさらに遅延時間が大きく、容量が小さいことも問題だ。最後がフラッシュスティックなどのソリッドステートドライブ SSD で、これが長期的な記憶媒体の中で最新で最速のもの。 SSD は可動部を持たず、フローティングゲートトランジスタを用いて特別に設計された内部構造に電荷を閉じ込めたり解放したりすることによってビットを格納する。ではこの数十億のビットの信頼性は？メモリのパフォーマンスは安定していて永久的なものと考えがちだが、実際はかなりの速さで劣化する。デバイスとその周辺部から発生した熱がハードドライブの磁化を失わせ、光学式記憶媒体の色素を分解してフローティングゲートの電荷漏洩を引き起こしてしまうのだ。 SSD にはもう一つ弱点がある。フローティングゲートトランジスタへの繰り返しの書き込みが劣化を引き起こし、最終的に記録できなくなる。現在の記憶媒体のデータ寿命が10年に満たないことを危惧して、科学者たちは量子レベルで物理的特性を利用し、記憶媒体をさらに高速で、さらに小さく、さらに耐久性を高めるべく取り組んでいる。今のところ人間もコンピュータも同様に、まだ不滅の記憶には手が届いていない。チャンネル登録しておすすめのレッスンで好奇心を養いましょう。